ダコタアクセスパイプラインとは、総工費38億ドル、1 8 8 6トルにわたるアメリカ合衆国における地下石油パイプラインのプロジェクトである。このパイプラインは、テキサス州ダラスの子会社、エネルギートランスファーパートナーズ、LP の子会社である、ダコタアクセス LLC によって計画されている。 北北西ダコタの爆剣油田から始まり、多かれ少なかれ南東のサウスダコタとアイオワ州を通り、イリノイ州、パトカ近郊の油田工場で終わる。パイプラインは2017年1月1日の供給予定である。このパイプラインは、その必要性および環境への潜在的な悪影響について論議を呼んでいる。多くのアイオワ州とダコタのネイティブアメリカンは、パイプラインに反対してきた。 広報担当者は、ダコタアクセスパイプラインは国民の安全を全体的に改善するために必要であると主張し、米国のエネルギーの独立性を達成するのを助け、製油所への輸送方法として鉄道よりも信頼性が高いと主張している。賛成派の支持者たちは、また、パイプラインによって農民が中西部の穀物を鉄道を使ってより多く輸送できるようになるとも述べている。 2014年1月、鉄道脱線事故後、米国交通省の PHMSA は、バクケンから採掘される原油は、他のグレードよりも可燃性が高いと安全警告を発している。ダコタにおける、バクケン油田の地図パイプラインを封鎖する、原住民部族の高齢者ら数族多くは、パイプラインによって、部族の環境や、経済的福祉を脅かされ、歴史的、 宗教的な文化的意義のある遺跡を損傷し破壊されると主張している。ありがとうございます。